キコ、そんなん取ってどうすんの？こういう何気ない風景に私は美しさを感じるの。絵に描いたような綺麗なものは嘘っぽくて嫌いなの。じゃあ綺麗な人はどう見えるの？例えばあそこにいる月子のお姉さんとか。お姉ちゃん、一緒にいるのって柔道部の俊夫先輩。月子、手振ってるよ。返事しないの？いいよ。どうしたのよ、月子ったら。綺麗に撮ってね。うん、こんな感じ。うん、もうちょっとこっちかな。こんな感じ。そう、そっち。大丈夫大丈夫。どう、綺麗に撮れてる？当たり前でしょ。私に写真の腕がなくてもお姉ちゃんは素敵に写るの。そうかしら。写真って撮ってる人の心次第で醜くも写るらしいわよ。どういう意味？やきもちとかしながら撮るとどんな顔に映るのかしらね、月子。
大丈夫か？今日もすごくうなされてたぞ。夢よ、また同じ夢。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Tomie. Happy birthday to you. 月子、お前が消しなさい。うん。生きていたら18か。見たかったな、卒業式。次は大学、成人式、結婚式。白むく似合ったろうな。いい笑顔だ。本当よく撮れてるわ。私写真だけが取り柄だから、お姉ちゃんと違って。よしなさい、そういう言い方は。俊夫先輩が？そう、次の校内法で柔道部の特集があるんだけど、その写真を月子に撮ってほしいんだって。本当に？撮影はあさって。どう？やってみる？お姉さんに気兼ねすることないと思うよ。あれから1年だし、月子に笑顔が戻ったらお姉さんも嬉しいよ、きっと。やめてよ、よしえ。私そんなんじゃ。また後でね。どなたですか？私よ。はい。私よ、富江。え、あなたのお姉ちゃんよ。お父さん！どうした？変な人、お姉ちゃんだって言うの。いたずら？けしから。何かしら。お母さん、久しぶりだわ。嬉しい。あなた、いたずらにして悪質だ。怒鳴りつけて。おいしい？甘すぎるわ。いつものお店に頼んだんだけど。もういいわ。それよりキャビアが食べたいな。
キャビアかフォアグラがいい。それは難しいな。キャビアが食べたい、フォアグラが食べたい。キャビア、フォアグラ、キャビア、フォアグラ。わかったわかった、明日買ってくるからな。何これ。そうか、お前は初めて見るんだな。綺麗でしょ、月子が撮った写真よ。つまりその最後の日に。あ、縁起でもないわ。みんな死人を見る目でこっち見てるけど、困ってるのは私の方よ。だってちゃんといるんだもん。着替えここ置いとくね。ありがとう。トミエ、
大丈夫か、怪我ないか。痛い。うん、いや、月子、なんてことすんだ。だって、お姉ちゃんが写真を。言い訳は許さん。お父さん、この子にはしつけが必要みたいよ。さ、始めましょうか。何をだ？とぼけないで。痛かった？ああ、コードってのは中に導線が通ってるからな。じゃあ月子に使うのに適してるわね。乱暴なだけで愛情が感じられないからダメね。そっち行って。月子、月子、痛かったでしょ。分かってくれたよね。お風呂が沸いてるから入るといいわね。は痛かった？すごくすごく痛かった。でも、でも痛くて怖くて気が遠くなって、そのうちこんな私がお姉ちゃんのお仕置きを受けるのは当然だって、そう思えてきたの。だって私はお姉ちゃんの。いいのよ、続けて。私はお姉ちゃんの残りカスだから。私なんて誰からも必要とされてないから。あの時死ぬべきだったのは私の方。そんなこと言う、あなたは素敵よ。
触れてみて分かったわ。敏夫さんはあなたを好きになって、私を見捨ててくでしょうね。だったね。もうすぐ傷が悪化して美しさを保てなくなるんですもん。何のこと？敏夫さんに見られたらどう思われるんだろうね、月子。ひどいじゃない、ツキ子。ねえ。ツキ子、謝りなさい。そうよ、お姉ちゃんに謝って。いや、どうして信じてくれないの？あいつは化け物なの？このバカ！バカ！バカ！わかったわ、私出てく。さよなら。おい、ね、おい、富江、ちょっと待ってくれよ。富江な、富江、あの月子には私からきつくしつけするから。もういいってば、私帰るの。帰るって、あなたのお家はここでしょ？何言ってるの？よく見て、あなたの娘ってこんなに美人だった？あんたらが他人を勝手に信じてるだけじゃないの？少しお金ちょうだいよ。いいわね。じゃあね、バイバイ。ダメだ。え？ダメだ、ダメだ、出ていくなんてダメだ！行かないで、行かないでくれ！お前が必要なんだよ！行かないでくれ！お前が必要なんだよ！もうやめて、言い訳なんか聞きたくない。
あっち向いてなさい。学校に行くんでしょ。お弁当の支度するわ。いいよ、食欲ないから。普通のままにしとかないとみんなに疑われるでしょ。本当にあんたは自分勝手な子ね。撮影が不安で眠れなかった？そんなんじゃないよ。だって昨日急に休んじゃうんだもん。大丈夫？調子悪いの？ううん、ありがとうよしえ。はい、おはよう。おはようございます。おはよう。出席を取る前にみんなに伝えておくことがある。突然だが今日からこのクラスに新しい仲間が加わることになった。おー、紹介しよう。柊木とめえさんだ。よろしくお願いします。何？言われてみれば似てたかな。そっくりじゃない。しかも名前まで一緒だなんて。偶然よ。疲れてるからそう感じるだけよ。でも大丈夫、落ち着いて。ねえ、気分変えてご飯食べよ。お茶用意するね。お茶お茶。ちょっと待っててね。どうしたの？ううん、別に。ねえ、おかずの交換しよう。ダメ。何を変なの。はあ、お腹すいた。私もお弁当食べよう。you
もういや幻よ、これは被害妄想よ。ここよ、私はここよ。では次に使役形というのは2つの漢字、ここに使うの使と命令の令という漢字2つがあるね。この2つが使役形によく使われる漢字になります。これ基本中の基本だからね、しっかり覚えておくようにね。この2つが使われたらまず使役形だと睨んでください。この場合 A というのが主語、この B が使役の対象で、 C が動作とか D が動作の目的という形になる。この組み立てを見ると A は主語だから名詞、 B は誰だ。富江よ。嘘だ、富江は首だけの化け物なんかではない。少なくとも私の中では自分が本物、偽物は他に何人もいるかもしれないけど。お前なんか信じられん。信じて。お母さんたちにバカにされるお父さんの姿ずっと見てた。かわいそうだ、涙が出てきた。なんだと。私だけはお父さんの味方でいたいし、力になりたいの。まずはやるべきことをやりましょう、お父さん。
月子さん。敏夫先輩。ごめんね、無理に頼んじゃって。いえ。さあ、行こう。あの事故からもう1年か。はい。どう、お姉さんのいない生活は寂しい？分かんないです。僕もあの直後はいろいろ悩んだけど、ようやく吹っ切れたんだ。君も苦しんだんだろ、自分を責めて。でも過去に束縛されても何も変わらないさ。前を向くことを富江さんも望んでると思うんだ。僕は月子さんのことは気がかりでした。けこさん、生き生きしてるね。はい。おい、お前らちゃんと月子さんに挨拶したか？じゃないとピンボケにされちまうぞ。やっぱり月子さんに頼んでよかった。いい瞬間を捉えてくれるし、みんな明るくなってくれる。ありがとうございます。頼もうとは面白いな。まるで道場破りだぞ。はい、私道場破りに来たんです。部員にしてもらいたくて。勇ましいね。よし、鍋相手してやれ。よし、行け。手の毒触んなよ。ほら、こう。早く行け。信じられない、また君と出会えるなんて。何のこと？私あなたなんて知らないわ。僕だよ、敏夫だよ。覚えてないはずないだろ。気持ち悪い。うわー、一体誰なの？姉ちゃんの何？顔似せたの？はあ？何のこと？あなた、首に傷あるか見せて。え？首？重傷ない。あなたが何者であろうと、敏夫さんにも近づかないで。それだけは許さないから。
んな青臭くて油っぽい子嫌いよ。トミエ、遅かったじゃないか。ごめんな。何やってたの。ごめん、ちょっといろいろやることあってさ。おいしいもん食べ行こう。何食べたい。ね、ハンバーグ。お帰り。お母さんは？うん、ちょっと出かけた。待って、あれは？あれはどうしたの？山に埋めてきた。お父さん。はい、キャビア。ああ、こんなに育って美味しいかい。まっずい。安物ね。それより体はどうなったの。早く体が欲しいわ。だってお前が先に食事だって言うから。口答えする気。ごめん、すぐ始めますから。やって。本当はその胴体じゃ不満なのに我慢してあげてるのよ。先輩。ねえ、待ったよ。行こう。先輩、
驚いた？今までどうしてたの？携帯も出ないし、私ちょっとね、それ何の写真？うわ、気持ち悪い。富江の本当の姿よ。あいつは人間じゃない、化け物なの。化け物？あいつ敏夫先輩に近づいてる。早く敏夫先輩にこの写真見せなきゃ。やめた方がいいよ。どうして？よしお願いね、一緒に来て。やだ、だって友達が怒るもん。よし、やめて。ごめん、ごめんね。よし、謝るのは私の方よ。私、新しい親友ができちゃったの。紹介するね。富江ちゃんよ。富江ちゃんがね、敏夫君を渡したくないから、月子の体に入って邪魔したいんだって。私も同感。月子を男なんかに奪われたくないもん。だって私、月子をずっと、月子、好き、好き、月子、私、月子が好き、大好き。富江ちゃんもキスしちゃいなさいよ。私にキスして。月子大好き。私に、月子、やめて。さっき美術室入ってくの見たぜ。富江さんとか。ああ、富江さんと。なんかムカつくよな。ああ、刺したくなるよ。ああ。そして、ねえ、月子は今出てったけど。なんで？君、富江さん？富江さんだろ？違うわ、私は吉江。いや、富江よ。ねえ、この顔の出来物取ってくれる？嘘、出来物あなたの方じゃない。取って、早く取って。出来物を取れってさ。先輩、
これは僕は、ああ、二人っきりで話してたら突然頭の中に声が響いたんだ。富江を殺せって。そしたら誰にも奪われたくなくてこんなことを。綺麗な顔をこんなにしてしまったんだ。もうどこにも行けないよ。綺麗な顔に戻ったわ、敏夫さん。抱いて。待てよ、静かにしろ。どっちを切ればいいんだよ。はい。バカ、こっちを切らないで。私は人間よ。早く切れって言ってるぞ。Thank you.
さ、僕は分かったんだ。人間は死に惹かれていくもんなんだ。それを富江さんが導いてくれるんだ。月子、あなたが本当に欲しいものは手に入らないものなのよ。月子、姉さんに消えてほしいんでしょ。でも無理なの。そう思われるほど姉さんね、増えてくの。Thank you.
姉さんさえいなかったら全ての愛が自分に向いてたと思ったでしょ。全部姉さんのせいだって考えてたでしょ。案外そうでもないってこと、キスで分からせてあげる。月子、疲れた顔だな。眠れなかったのか。ひどい夢を見たの。ひどい夢ってどんな？お姉ちゃんの夢。お姉ちゃん？お姉ちゃんって誰の？え？おい母さん、うちの可愛い一人娘が変なこと言ってるぞ。いやね、寝ぼけてるんじゃないの？一人娘って私が？私は生まれた時から一人っ子だもの。面白いね。心理学的に見てもいろんな分析ができそうな夢だな。月子はお姉さんが欲しかったのか。違うわよ。きっとうまくいかない現実を他人の責任に転嫁したかったのよ、妄想の中で。何言ってんのお母さん。まだ気がついてないのよこの子。現実まで侵食してきてることを。富江さんが。富江。あら、どうしたの？夢でなくてごめんなさいね。この富江さんが真実を語れっていうのよ。俺がお前に冷たかったのは理由があるんだ。お前は俺の子供じゃないからね。嘘、そんなの嘘よ。恨んでる男の子供よ。だから私も月子の目が見れなくてね。もうやめて。さあ、富江さんが望んでいるのを吸収されなさい。いいことあるわよ。富江さん、今娘をよこすわ。富江さん。Yeah!
現実に戻ってきてくれたんだね。ずっと待ってたよ。君を引き込むことが富江さんからの命令だったから。夢の中では違っていたかもしれないけど、僕は君を好きだと思ったことは一度もなかったさ。だんだん分かってきたわ、あなたの目的が。あなたは敏夫さんやお父さんを欲しかったわけじゃなかったのね。愛する人から傷つけられたり奪われて苦しむ私を見たかったんでしょ。そうよ、私ね、あなたが気に入ったの。あなたの孤独に惚れ込んでずっとずっと見ていたかったの。それでね、誰からも愛されてないちゃんと教えてあげたかったの。そんなこと、おせっかいよ。誰なの？私は富江、私はお父さん、私はお母さん、私は敏夫先輩、私は義恵、私はあなた、あなたの嫌いな、あなたのすべて。私をどうしたいの？あなたと完全に一緒になりたいの。いいよ、分かったわ。だってそうするしかもう道がないんだもの。ただ死ぬよりずっといいよ。私を必要としてくれてるんだもん。そんな人もうどこにもいないから。
ありがとう。安心して、あなたは痛くしないわ。他の人と全然違う扱いよ。だって特別な存在だもの、月子。今までどこにいたんだ。探していたよ。絶対別の男に近寄らせないぞ。愛してるんだ。必要なんだ。必要なんだよ。必要とされてるわよ。よかったじゃない、月子。
Ha ha ha!